Murakumo, Jinkon no yume ni shizumu. Sate, Sentai mono teki o nanpun de taoseru ka? 2分 mo kakararu daro na. Ookiku deta na. Shinobi, tenshin. それだと1秒につき8体くらいの敵を倒す計算になるぞ。そうなのか。単純な計算だが、まさかわからないのか。そのまさかだ。それは困ったな。いや、何も困らん。 戦に算数は関係ない。我の拳の前では割り算も掛け算も意味を持たぬ。意味を持たぬ。なぜ我の前では1たす1は100にも200にもなる1000倍だぞ。1000倍リーさん。それには異論だらけだな。なんだと。これでも私は教師。 算数が無意味と言われて黙っているわけにはいかない。忍びがっこうの教師は忍びだけ教えていればいい。違うか。大道寺、我の弱点、そんなものがあるわけなかろう。いや、あるない、ある、ない。7×8 6×4。6×9。バカだ。こっちがバカな気分だ。本当にわからないのか。無論だ。大学レベルで知識を出されても我に答えられるわけがなかろう。大道理、それがお前の弱点だ。バカな。我に弱いところなどない。いや、弱いだろ。 頭が。頭だと。我の頭は山を向くだく弱いわけがなかろう。3×7。リンさん、我を挑発しているのか。そう思ってもらっても別に構わない。よかろう。ならばこれ以上の口論は無用。我に弱点などないことはこの そうやって全てを拳で解決しようとすることこそ大道寺の弱点なのだが。そんなトンチみたいなことを言われてもよくわからぬ。わからぬのか。そうか。その哀れんだ目はやめろ。とにかく戦いで勝利を収めていれば何も問題はないはずだ。 では、私も実戦でお前に教えてやろう。頭を使った戦い方というやつをな。うわあ、ミラリンさん、血を割くほどの我の頭突きの威力を。これのどこが弱点なのだ。敵の残存兵力などを考えず闇雲に戦い続けるだけでは敵を殲滅する前にスタミナ切れを起こすぞ。 スタミナ切れだと。ならば逃げ。そんなお行儀が悪いことは私が許さん。もっと頭を使って敵を叩け。イン1が1、イン2が2。クズを叫びながら殴ればいいというものではない。しかもそれは一度なんだ。ではどうすればいいのだ。敵の兵力を把握し、 己の能力数のことを考え、戦うペースを決めろ。それが頭を使って戦うということだ。もっと分かりやすく説明してくれ。例えば大道寺の前にお肉の塊が5つあるとする。もちろん、そのお肉を食べるときに大道寺も考えるはずだ。5つを一気に食べるのは無理だから、
今は2つだけ食べて3つは後に残しておこうとな。それがペース配分を考えるということだ。つまり頭を使った戦い方ということだな。いや、我は肉の5つくらい一気に平らげる。この程度か。我なら当然の評価だ。みなぎるようだ。